何これ。うん、どうした。グループライン。グループライン。ちょ、聞いてないんだけど、鶴田は？聞いてないです。だよな。ね、耳に水ですよ。あ、座長。ちょっと買い物に行ってくるって。まか、悪いな。これ、劇団の一大事だぞ。しろっちゅうね、もう。この度の舞台を降板させていただきます。お世話になりました。かわいいアリス。キモ。降板の理由が書いてない。体調不良とかですかね。だったら書くだろう。っていうか昨日だって普通に稽古してたし。だとしたらパワハラかセクハラ。何見てんだよ。すいません、遅くなりました。搬入のレンタカー借りてきたんですけど、この辺のコインパ全部満車で全然止めらんなくて。めっちゃ怒ってる。怒ってねえよ。それどころじゃねえんだよ。なんすか。小玉くん、グループライン見てない。あ、すいません、スマホ家に置いてきちゃって。たっ、こいつも、こいつも。ほら怒ってる。怒ってねえよ。あ、中野さん、今揉めてる場合じゃないです。なんかあったんですか。アリスが舞台を降板するって言ってきた。アリスちゃんが降板。え、なんでですか。わからない。中野さん、心当たりは。ありませんよ。パワハラもセクハラもあっしはやっちゃあござんせんよ。何笑ってんだよ。舐めてんのかしら。中野さん、それがパワハラ。はい。あと考えられるのは座長と何かあったとか。それはないな。ですよね。アリスを客演にて連れてきたのは座長本人だし。だから反対したんだよ。地下アイドルなんてはさ、客は持ってたかもしらんが、芝居は素人だしわがままだし、面倒を起こすだけだからやめとけって。偏見じゃないですか。アリスちゃん、素人なりに頑張ってましたね。確かに最初は心配だったけど、稽古始まったらあっという間に役を掴んで自分のものにして、なんていうか、やっぱ売れっ子は違うなって。でも降板した。公演直前のこのタイミングで、しかも主役を任されてたのに、無責任にも程があるだろうが。座長、いや、アリスか。もしもし。ああ、早川さん。大丈夫。お世話になっております。明日の搬入時間ですよね。スタッフと相談してからまた改めさせていただきます。はい、なるはやで。では後ほど失礼いたします。劇場の早川さん。そっか、明日はもう小屋入りか。どうします、中野さん。どうしますって。座長はどこまで買い物に行ったんだ。座長、どうなっちゃうんですか公演。現
現実的に考えたら中止一択でしょ。主役がいないんじゃどうにもなんない。確かに桃太郎で桃太郎が出なかったら詐欺ですよね。代役探すにしても今からじゃ無理だな。座長帰ってきたら中止の決断してもらって、劇場ばらしてスタッフばらして SNS で中止の告知して、あとは児玉くん、レンタカー返してきちゃって、料金もったいないやります。うん、よろしく頼むね。じゃなくてやりますよ、桃太郎。は？桃太郎はどうしたって？だから自分が桃太郎やったら公演出るんですよね。簡単に言うなよ、今からセリフ覚えられんのかよ。もう入ってます。は？ほら、アリスちゃんがお休みの時毎回代役やってたから。ああ確かに。いやでも児玉が桃太郎やったら、キジは誰がやるのよ。キジはこの際キジはカットして、お供は犬と猿だけにする。斬新でもキジのセリフは単純に抜いたらやりとりがおかしなことになる。犬と猿に振り分けましょう。ちょセリフが増えるのは困るよ。この年になると覚えるのに時間かかるんだからさ、せめて犬さん猿7ぐらいになりました。はぁ、却下します。こっちだって制作の雑用で忙しいんです。均等に犬語猿語でお願いします。だからせめて、犬さ4、猿6って言われて。そんなこと言うの。4って5個しちゃった。4って5個しちゃった。 OK です。はぁ、いや、中野が出てきたなって思ったから。やっぱ先輩たちすごいっす。アリス、ちょっと感動しちゃいました。ちょっとかよ。はい劇団ハミング恒例公演直前即興演習ドラマ配信、お題はもしもアリスさんが降板したらでした。本番は私ちゃんと出ますんでご安心ください。それでは劇場で。